大竹紳士、五有六、火曜日の担当はフリーライターの武田さとしさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日もよろしく。よろしくお願いします。えっと、まあ、選挙終わって二週間弱経過しましたけど。はい、まあ、選挙前に問われてた争点が何だったのかっていうのを振り返る必要があると思うんですね。うんはい、当初、その岸田さんの総裁選での主張と。うんうん、その後の、まあ、自民党総裁選での主張と。うん、あの、その後の所信表明演説とか、うんうん、選挙に。 対しての自民党公約が違っているという話題になったというのは皆さん覚えていると思うんですがあの総裁選で主張していた令和版所得倍増のための分配政策というのの記載がなくなったりだとかあの金融所得課税の見直しというのがなくなったりだとか健康危機管理庁の創設についてなくなったとっいうのがあってあるいは安倍政権、菅政権でえ抱えてきたいろんな諸問題 にについてはまあ森友についいててては森友結論が出てると言って日本学術会議の任命拒否については一連の手続きは終了したというふうに言ってえまあ広島選挙区での買収事件については触れなかったというようなところがあの選挙の時にあったわけですけどでちなみにその総選挙で。 まあ、あまりあきらさんがね、小選挙区で負けて、うん、結果的に幹事長を辞めたことになったわけですけれども。うんうん、でも、まあ、あの方は比例で復活当選してるわけですよね。そう,そうですね。うん、で、つまり、まあ、現職議員がですね、うん、このお金の問題について。 説明してないいな状態っていうのは未だに続いてるわけそうですね。で岸田さんはずっとこの間国民の信頼と共感を最優先するっていうふうに言ってたんですけども、うん、まあ信頼とか共感っていうのを取り戻すためには、うん、まあこういった問題への説明が必要ですよってことはこれ繰り返し言っていかなくちゃいけないと思うんですが、うんうん、先週あの岸田さんがまあ第101代首相に任命されてですね、うん 会見をを開いいいたたんんでででですすすがが、うん、そここ何を語ったかというとううう東京新聞の記者がですねねうう質問をしてる総理は総裁選に出馬する際に民主主義の危機だと、うん、国民の信頼が壊れているとそれを守るために今回、総裁選に立候補されるということを言ってましたけれども、うん、就任されて以降、その民主主義の危機ということについてあまり耳にしていないんですがと、うん、問題意識を持たれていたはずの民主主義の危機について、うん、これはどうですか。 言わないということはもう出したということなんですかというふうに聞いたら、岸田さんが何と答えたかというと、森かけ桜問題についてですが、これについても従来から申し出ているように、行政であったり、会計検査院であったり、あるいは検察であったり、さまざまな機関で調査が行われ、報告書が出されていますと、そうしたものをしっかり見ていただいた上で、なおかつ足りない部分があれば、政治として説明させていただくということを言ってるんですけど、これ、1ヶ月ちょっと前のことを思い出してほしいんですけど、 例の,あの森友学園の公文書改ざんで改ざん要求されてまあ自ら亡くなられた赤木俊夫さんの妻の雅子さんがですね岸田さんに手紙を送ったというのがありましたねで、その時に岸田さんが何と言ったかというとあのお手紙を受け取った上でこの対応について考えたいと思うというふうに返してるんですね。先週の会見ではですね従来から申し上げている通りりという言い方をしてるんですよね。 つまりこの手紙を受け取った上で考えた形跡っていうのがどこにもないんですよね。もしその手紙を受け取った段階で手紙を送られても困りますって言ったらすごいひどい話ですけれども手紙を受け取った上で考えますと言って考えてないっていうのもなかなかひどい話ではないかなというふうに思うんですね。これに関してはどの場でも ご発言はななさってないんですかそうですね、だからそれでまあ先週の会見で、その記者からそういう質問をしたんでしょうけれども、それに対してはまあ従来通りという言い方をしてるんですけれども、そこに対して何もメッセージはないと、まあ、ずっとこの間、岸田さんはノートを掲げて、ですね国民の声を聞くということをずっと繰り返してきたんですけれども、やっぱり僕らはちょっと前のことを考えて、何を言ってたかということを振り返って対応していく必要があるんじゃないかと思うんですが。 今、政府が今週ですね今週いっぱいで経済対策を取りまとめるというふうに言っているんですけれども、そこにどういうことを言っているかというと、この新型コロナの困難を乗り越えて、ポストコロナの未来を切り開くことによって、国民に安,全と安心と希望を届けるというふうに書いたんですね。これなんか、オリンピックの時によく聞いたスローガンだなというふうに、数ヶ月前のことを思い出したわけですけれども。 経済対策には、ですねいろいろ報じられている通り、18歳以下への5万円プラス、5万円分のクーポンと、あるいは困窮する大学生には、どこまで支援するかっていうのは、ちょっと今週も決めるということになってるんですけども、これは何度も言いますけど、この夏、ずっと臨時国会開かないでサボってきたってことは忘れちゃいけないと思うんですね。やってれば、もうお金、いくらだろうが行き渡ってたわけなんで。 うん、まあこれから考えて正式に定めて早くて今年の年末クーポンは来年の春ということになるっていうこの遅さっていうのは繰り返し指摘していく必要があるなというふうには思いますけど、ね、あれだねこの番組でも慶太郎君ね、あのー、定時制高校生の、ねはいえー、あれは4年生と、はい、4年生だとこうこう18からだと。 こう最後の学年でまあ届かなくなってしまうそれはどうするんだろうねって話はしたんだけどね。給付の対象を絞るんであれば、うん、絞った時にどういうこぼれる人が出てくるだろうかっていうことっていうのは、うん、当然こう隅から隅まで想定しなくちゃいけないんですけど、うんうん、そういうのが割と外から指摘されるってことがすごく多いですよね。はいうんうん であのこの経済対策の裏でじわじわ進んでいるのが憲法改正の議論というのが割と進んでおりまして、うん、先週のその会見でもです、ねうん、岸田さんがあの茂木幹事長のもとスピーディーに検討を進めて実行してまいりたいと、うん、で今回の総選挙の結果を踏まえて党勢である憲法改正を進めるために、うん、党内の体制を強化しますと、うん、で国民的議論のさらなる喚起と国会における精力的な議論を進めるように指示したと。うん、でその支持された あの茂木幹事長が何を言ってるかというと、はい、あの衆議院選挙で憲法改正に前向きな日本維新の会とか、うん、国民民主党が割と議席を伸ばしたということを言及した上で、うんうん、会見論議をスムーズに迅速にしてきますよとでその上で、あで緊急時に政府の権限強化する緊急事態条項の創設というのを、うんうん まあ最優先ででやりたいいととうことを言ってるんですね具体的には新型コロナウイルス化を考えると緊急事態に対する切迫感は高まっているというような言い方をしているんですけどこれもまた思い出してほしいんですけど、うん、あのコロナが始まる2020年の年始、まあ、1月に当時まだその日本にそこまで広まっていないと、うん、まあその翌月に例の「ダイヤモンド・プリンセス号」の感染が発覚するわけですけど、はいうん この1月にですねその自民党の、まあ、先日引退されましたけども伊吹文明さんという元衆議院議長が、うん、新型コロナの感染拡大についてこれは緊急事態の一つの例だと、うん、憲法改正の大きな実験台と考えた方がいいかもしれないと言って、うん、すごく問題視されたことがあるんですね。うん、であれからまあ2年が経とうとしてるわけですけども、うん、ここでもまたそのなんとかコロナっていうものを憲法改正に 紐付けできないかという考え方が貫かれているというかまた戻り始めているところがありましてでもまあ皆さんご存知のように岸田さんというのは高地慣の人なんで安倍さんはとにかく会見派でしたけれどもどちらかというと会見に慎重だったはずなんだけれどもまあ岸田さんはまあこの数ヶ月見てれば分かるようにとにかく党内の保守派というところに配慮をして。 ななんとなく彼自身も憲法改正に積極的という言葉を割と吐き出しやすくなったとか吐き出すようにしているというところがあってですね、うんうん、で今回の選挙の前の,その総,選総裁選で存在感を示したのが高市早苗さんですけども、はい、高市さん、インタビューでも、うん、あの自民党の選挙の公約づくりに大きな影響を与えたというふうに言ってるんですけど。うんうん その高橋さんがです、ね、あの月刊花田という雑誌の対談で、うん、今、新しい号で櫻井よし子さんと対談しているんですけどそこであの2012年に自民党が公表した日本国憲法改正草案というのを再度持ち出して、うん、そこに規定したです、ね、家族の基本原則が重要という言い方をしているんですね。こののの家家族族基本原則というはは何かっていうと家族は 社会の自然かつ基礎的な単位として尊重されると家族は互いに助け合わなければならないというふうに規定されてるんですねこれまあ憲法改正草案が提示された時にも問題視されたというか議論されたわけですけどつまり家族は互いに助け合わなければいけないっていうのは具体的にどういうことなのかっていうのはその時点であまり分かんなかったんですがその対談これ気候だったかもしれないですが。 それを踏まえた上で高橋さんがですね何と言ってるかというと子どもたちをしっかりとしつけ先人への感謝を忘れずに良き精神文化を踏襲したならば我が国が直面している問題の多くが解決するはずだと確信していますっていう言い方してるんですね。ちょっとまあよく意味がわからないっていうかその我が国が直面している問題の多くが解決するはず子どもたちをしっかりしつければと。 うん、振り返ってみるとジェンダーの問題であるとか、はい、男女格差の問題であるとか、うん、その性的マイノリティの権利の問題っていうのが、はい、比較的これまでの選挙と比べれば積極的に議論されましたで、まあそれがその直接的な票につながらなかったなんていう、まあ、分析もあるかもしれませんけどでもこれって基本的な人権は 大丈夫ですかこの国は」って問う質問でもあると思うんでそれが直接票につながるつながらないとは別に引き続き議論していかなくちゃいけないところだと思うんですけどうん、うん、どうもそういう流れというかムーブメントをなくして、まあ、旧来の形に戻そうとする動きが強いんじゃないかなというふうに僕は思えてくるんですよね。 まあ夫婦、たま今家族助け合わなくちゃいけないとかっていうと、うんえー、あれですよね、自己責任論みたいなことがこう大きくなってきますね。うすねえー、まあ、うん、いろんなこの間の給付にしても、個人ではなくて世帯主にっていうような言い方があって、うんうんね、今回もまた世帯主にという,、えー、う,いうことが、まあどうやら想定されてるわけですけれども、うんうん、これ、あの、 先週の会見で、ね、岸田さんは、うん、若者も高齢も障害のある方も男性も女性もすべての人が生きがいを感じられる、うん、多様性が尊重される社会を目指してまいりますと、うん、いう言い方をしているんですけど、うん、まあこの多様性という言葉も本当にたくさん使われるようになってもちろんそうやってたくさん使われる言葉になることはいいことなんですけれども何かその使っている言葉と実態というのがずれているんじゃないかなと。だって家族は互いに 助け合われなければいけないっていうのは順当にうまくいってる家族ならば、うん、ああなるほどそうですかっていう話ですけども、うん、そ,そういう家族だけとは限りませんよっていうことの中で、はい、いろんな人の 権利をを守ってていきましょう話すそれが世帯主の話にもなって、えーえー、そこで DV を受けて離れて暮らしている奥さんだとかそういうところには世帯主っていう国のもとにお金は届かないっていう話にもなっちゃいますよね。そういうこととその今回すごく力を増してきた高石さん、うん、まあ高石さんの後ろにいる安倍さんの考え方っていうのがブワッと前面に出てきてる。 っていう印象があるんですけど、うん、そうするとこの数ヶ月間で起きたことは何かって考えると、うん、総裁選に出た時の岸田さんと、うん、総選挙に臨む岸田さんと、うん、選挙後の岸田さんですで、うん、になんか見解がガチャガチャしてるんですよね。うん、だというふうに言って、うんうん、でもいざ総裁になって総選挙に、うん、え挑んで。 選挙に挑む時にはいやこれからの自民党はいろいろジェンダーの問題も考えていきますよということを言っていざ票を、まあ、それなりに獲得したあとはまたその旧来の形に戻ろうとしているというここの短時間で起きたことの中でこれだけぐらついてるっていうことを考え直さなくちゃいけないですしましてはまたその憲法改正の議論が。 割とこうかなりまた急にね強めに出てきた時にコロナの前に言ってたその緊急事態条項が必要なんだっていうことをまた言い始めてるっていうことはこれやっぱり繰り返しし言及なななくちゃいけないけなと思うんですよねだからなんか新しくなったぞっていうイメージがあるかもしれないけれども少しそこを表面剥がして中を見てみるとこれまでグツグツ煮込まれてきたものがそのまま残されてるぞ っていうところがあるのでそこはもうちょっと慎重に議論していかないといけないなというふうには感じますけどね新しい民主主義っていうのがちょっと俺よくわからなかったんですけどねそうですよね新しい民主主義とか新しい資本主義というのは新しいっていうのを頭につけてますけどやっぱりその新しいを剥がして覗いてみるとあら不思議というかそのままの要素が残されているていうところはさすがにこう みんな気づき始めてきてるのかなというふうに思いますけども、ね、あと多様性とかジェンダーとかいろんな言葉言葉だけが一人歩きして本当にそこになんか本当に追いついてない感じがもうそうですよねまあいうことはみんな誰でもできるんですけれどもそこの実態とね言葉の使い方っていうのがやっぱりずれると良くないですよねはい大竹紳士固有力今日の担当は竹田さですさんでした <laughs> ありがとうございました <laughs>